はよう。私の声聞こえる？思い出してみて。記憶の中に漂う自分という姿を。している。あなたはこれから不死の存在レブナントとして目覚めの時を迎える。レブナントとして生きるために知っておいてほしいことがあるの。よく聞いて。レブナントはその血にブラッドコードという特別な力を宿すの。どんな力のブラッドコードが自分に宿っているのか、実際に試して確認してみて。ブラッドコードはファイターと呼ばれる。ブラッドコードの持つ一つ一つの力は、ファイターは耐久力が恒久的に上昇、他には一時的に攻撃力を増加させる。上出来ね。連結は事前に準備しておかないと効果を発揮しないから気をつけてね。大事な自我を失い化け物になり果ててしまったレブナント、ロストの血が。その武器でロストを攻撃すれば敵の明血を吸収することができるから覚えておいてね。これがファイター、そして連結についての基礎知識。それぞれの特性を見極めることが重要なの。
だったけど、分かってもらえたかな。あなたは自身のブラッドコードを失った特別な存在。ブラッドコードの切り替えだけじゃなく、新たな人の力を自分のものにする。あなたにしか敵、あなたの血でしか救えないことが。さあ目を覚まして、世界を救って。おかえりなさい。気分はどうですか？私も覚えていないのです。あちらです。ゆっくりで構いません。そばにいますから。もう少しです。大丈夫。血の泉が渇きを癒します。どこも皆乾いている。泉に実る血の涙が渇きを癒す。そう聞いていましたのに。こちらへ。やはりあなたは。
さあどうぞこれを。新たな泉と労働力、どちらも確保だ。今日はついてるぜ。立て、楽しいお仕事の時間だ。立て、もうすぐ血類の実を探しに行くぞ。早く準備をしろ。お目覚めかい？おっと、静かにな。お連れさん、さっき眠ったところだ。寝かしといてやんな。ね、お前さんたち、マスク。お前さん、そんなことも覚えてないのか？知りたければ教えてやるが、まずは奥へ行って上。お前も俺を。見つかるわけないのよ。上の変わり映えしない景色よね。3番、4番、俺と新入り、仕事の時間だ。装備を確認して上がってこい。ねえか、上の連中、お前さん、そんなこと。俺たちレブナントはそれなしじゃ簡単にロストに落ちちまう。ここも枯れたか。正気が濃くなっているな。くせん、次の聴衆まで時間がないってのに。準備完了しました。ああ、すぐ行く。枯れているのはこいつらも同じか。そうです、枯れてますから。こんな正気の中での探索は無茶です。今日は、これが何かわかるな。血類だろ。そう、この血類を今から探してきてもらう。この先の地下道でな。血税の徴収日まであと少しだが、今の俺たちに余分な血類なんてない。このままじゃ血も涙もねえシルバの犬どもに身ぐるみ全部剥がされちまう。まあそういうわけだ。なんで僕たちがそんなこと。文句があるなら、血税なんてクソみたいな制度を作ったシルバー様に直談判でもするんだな。まずはお前らだ。さっさと動け。ダメだ、みんなを巻き込んでしまう。今は従うしかないよ。次。おった、お前は俺たちと留守番だ。戻ったら返してやる。回収した血類と交換にな。最近はここらにもハンターが出るそうだ。全滅だけは勘弁してくれよ。さっさと行け。えいっ、おい、大丈夫か。ここから上に戻るのは無理か。帰りは別の道を探さないとな。あ、俺オリバー・コリンズって言うんだ。よろしくな。
絶対に血類を見つけよう。わかった。待ってるよ。ロストの死体、初めて見た。ああ、死体って言ったけど、これは死んでるんじゃなくて、ロストがもっと凶悪な化け物の姿になる前の休眠状態だって言われてる。変化が始まるまで何年もかかるやつもいるみたいだから、放っておいて。生き残るためなら何でも使わなきゃ。足元気をつけてね。落ちないでくれよ。中身は何だろう。どっちに行けばいいんだろう。そんなところに。いや、大丈夫って説得力ないよね。このマスク旧式だからかな、ちょっと息苦しくって。君こそ大丈夫？あの女の子、血類を見つけたら迎えに行ってあげないとな。どうだい？使えそう？
何かいる。その扉、初めてかな。中身は何だろう。何かあるぞ。ここから行けるのか。中身は何だろう。ここじゃ不利だ。あれ？さっきの人じゃないか？どうした？どこか怪我でも。ついてないな。少し休んでから行くよ。大丈夫だって。いいから、ほら。君は血類を探さないと。あの子が待ってるから。